こんばんは、どうも。ありがとうございます。もう毎度毎度また来ちゃって、もうありがとうございます。すいません、まずは私の最初の一言目から始まることですが、よろしいでしょうか。はい。カフェバースモーキードラゴンウィークリーライブ配信、今週のゲストはハンマンドリルズの皆さんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございましたって思っちゃって、ね、すみません、ちょっと先走っちゃって先走っちゃってごめんなさい。ありがとうございます。もうちょっとね、あまりにももう頻繁に通い詰めてるから、もうなんかもう慣れっこみたいになっちゃって、もう毎日も来てるみたいな感じで、すみません、先走っちゃいまして。ちなみにこの声を楽しみにしているファンもいるんですよ。あ、本当ですか？申し訳ない、皆さんファンの方がいらっしゃるんでね。まあ、また僕にこの苦情メールが届いちゃってる、ね、ですね、おそらくね。もうおそらくね、多分もうこれ、ね、うん、あれミシュランですよね。あ、ミシュラン、はい、ね、もうあの期間的にはもう終わっちゃったんですけどね。 あれって期間あるんですか？期間があるんですよ。何年だったかな、3年か4年か、ちょうどね、そのミシュランになった時から、うん、その水害があったりとか豪雨災害があったりで、コロナがあったりが続きましてね、せっかくなんかよそから人が来てくれるっていう時だったんですけど、ちょうどそれと重なりましてね、でその、ま、そのそれにこうあやふやしてる間にもうミシュランの期間が終わっちゃって、うんうん、残念、まあ、過去の栄光みたいになってますけど。あ、ちょっとそれは初めてのお話です、ね。うんうん、知らなかったじゃないですね。ずっとじゃないんですよね。うん、まあ、まあ一応、まあでもまあ一応その盾みたいなやつもらってますからね。それは飾ってるから、まあ来た人がああみたいな感じで思ったりはしてもらうんですけど、でもまあその掲載されてる期間はもう終わっちゃってる。その間ってずっと2人のことが多かった。もうずっと2人なんですよね。そうですね。もう僕たち2人になってからもう、いや、たまに増えたりもし、まあ1回ちょっと増え、1回ここで1回やっただけかな。あと2回だ。まあだけどほとんど2人ですね。もう4年か5年ぐらいになりますね。あ、この辺でいつもこう、あの、このね、あのあれでしょ、金色を奏でてくれていた金色のなんかこう、そう吹いていく、吹く楽器のね、そう、あの方ですよね。なんで、もう僕も5年ぐらい顔を見てないんで、ね、そうなんですよ。あのフェイスブックとかでね、繋がってはいるんで、あのお誕生日おめでとうございます的なとか、うん、そういうやり取りはあるんだけど、もうお顔を見てないですよ、もう。だから今会うと多分人見知りされて、多分話してもらえないと思いますけど。メンバー内なのに。メンバー内なのに。もう5年会ってないとね、やっぱり特にまあ、やっぱり女性5年会わないとやっぱりね、もう変わっちゃってるからね、だいぶ。もうだいぶもう、どんなになってるか、あ、会ってるんですよね、ずっとね。あ、僕、そっか、僕はね、全く本当、一回も会ってないから、あれですね、久しぶりにお会いしたいななんて。今日見てたら、元気ですか元気ですかそうそう、あ、どこかな、そうこの上、道子の上、あ、こっちか、この辺かな、ちょっと今ね、あ、そう、あそこか、あ、どうも、そうそう、見てますか多分、喜んでると思いますよ。ありがとうございます、もうまたぜひ、喜んでるかな、またぜひ、渋い顔で、怒られちゃったりして、うん、平子で言ってこの曲もまあリクエストではないんだけど、この曲というかこの歌ってる歌詞の人を好きな方がね、うん、結構いらっしゃって、まあ、このここら界隈にもね、で、あ、喜んでもらえたらいいななんていうことで、でちょっと急遽ちょっとやってみようかなってね、うん、思いましてね。いいですね。多分見てくれたら喜んでくれると思う。見てくれないかもしれないですけど、そこは宣伝しておきます。あ、もうぜひぜひね。もうこの人の曲結構まあ、あの相性はいいと思うんですよ、声的にはね。似てる。うん、なんかね、声質的には。だから多分 いけるんじゃないかななんていうことで。自分でハードルを上げるタイプですよね。自分でハードルもうどんどん上げちゃって、もう僕もうちょっとベビーロールでちょっと飛ぼうかな。乗り越えていくサイクル。
そうなんですよ。そうなんですよ。で、まあ褒められて伸びるタイプですけどね、なんかすごいとか言われたら、まあ、調子に乗っちゃうタイプですね。なんかこう、あ、もうなんか怒られたりするとちょっとすぐへこんで早い早いですね。へこんだりするのは早いですね。割と、まあ調子に乗るとね、いい感じでいけるんじゃないかななんていうふうに思ってますけど、どうでしょうか。調子いい、今の頃超気分のいい感じで、じゃあそうですね、うん、やってもらいましょうか。じゃあやってみましょうか。はい、藤井フミヤさん代表曲みたいな感じですよね、トゥルーラブという曲。イエー、なぜか君はうつむいたまま。